だ？おーい。帰ってきた？よかった。ごめんね。って言ってる間にメイクが終わりました。前髪がバサバサだ。ごめんね、急に止まってしまって。すごいお昼なのにたくさんの方が見てくださって嬉しいです。ちょっと待ってね、アイロン持ってきます。あれなの、アイロンどこやったっけ。あ、ここだ。よいしょ。これからお出かけはしないんですけど、お仕事ね、ちょっとね、あるので、それのためにメイクをしてます。髪の毛どうしようかな。巻くのはちょっとめんどくさいんだよな。だけどこのままだとボサボサだよね。巻きます。じゃあ髪の毛巻いちゃう。まあ、ひなのストレートにするよりさ、巻いた方が楽なんだけど、わからないこの気持ち、女の子わかんないですか？毛量すごいのになの、本当毛量すごいんです。やばくない？マジで多い。ほら、前髪も目にかかってる。多いんですよね。よっしゃ、前髪巻きます。じゃあまず前髪はいつも適当に巻きます。私は美容院行きたいんだけど、なんか行きたいって言って止まったら行ってない。全然お腹減ってきた。ツインテールはまた、じゃあライブする機会があったらやりたいと思います。おでこ綺麗。 なニキビできないんですよね、あんまり。あんまりだけどね、あんまり時々できますけど。何食べたい？パスタ食べたい気分。まあ、こんなもんでいいでしょう、前髪は。お肌の調子良いですか？食べたいんだけど、どうみたいな感じです。何なんだろう。髪の毛巻いていきます。何パスタ？イナのはね、たらこスパも好きだし、バジルも好き。ポーズ、じゃあ完成したらポーズタイムしますね。 ポーズタイム。そう、たらこ大好き。バジルに生ハムとトマトと、なんか野菜、緑野菜入れると美味しいです。何入れてんのか分かんないけど。ペペロンチーノ食べたい。あ、アサリのやつ美味しいよね。なんて言うんだっけあれ、なんかあるよね、超美味しいよね。ボンゴレだ、ボンゴレ。
スパゲッティ。あ、カルボナーラも好き。カルボナーラも好きです。クリーム系も好き。クリームかトマトって言われたらクリームをどうしても選んじゃうけど、でもトマトも好き。なんか嫌いなものないですもん。嫌いなものはグリーンピースと、あとは豆と、あとなんかナスの、ナスをなんか煮込んだ感じのは苦手。あと人参スープ。でも野菜はサラダ好きだけど、なんかそんな好んで食べない。サラダは好き、ドレッシングかかってたら。納豆は食べれます。納豆は食べれるんだけど、なんか豆の煮物とか小豆とか、あとは節分の豆とか食べれない。ピスタチオも苦手かも、もしかしたら。一回なんかスタバのピスタチオを飲んだんですけど、ちょっとあれは苦手だったな。スタバ好きだけど、スタバは好きです。ピスタチオが苦手なだけです、私は。そう、あんこはこしあんなら食べれるんですけど、小豆は苦手。小豆食べれない。粒あんも、粒あんだったらまだなんか、わーなんか豆入ってると思いながら、まあ頑張って食べますけどなんかめっちゃ嫌だとはならないけど、まあ好んで食べないかなみたいな。だけどあのなんだっけ、なんか上にかかってる系とか、小豆が、あの味噌汁あるじゃないですか、粒あんの。なんだっけあれ、小豆のなんだっけ、ぜんざい。そう、ぜんざい本当にダメなの。ぜんざいは涙が出るぐらい飲めません、あれは。あ、おしるこだ、おしるこ、おしるこ、おしるこもぜんざいも一緒か。おしることぜんざいは本当に本当に涙出ちゃう。あれは苦手です。めちゃくちゃ。え、あとひなの白い、白団子がダメだもん。し、なんて言うんだっけあれ、白玉、白玉、白玉はダメ。小豆バーもダメです。そう、白玉はダメなんです、私。だからなんか分けがちょっと苦手かなって感じ。でもお寿司はマジで世界一大好き。そう、洋風のものがめっちゃ好き。世界一お寿司が好きだけど、その後はもう洋風が好きです。でも最近なんかあれ、なんだっけ、中華料理も好き。みたらし団子も好きだよ。豆の何がダメ、わかんない。味と食感、食感が味、うん、食感、ま、納豆は美味しいって分かってるから食感が悪くても食べれるんだけど、なんかもう他の豆は食感がまずダメかな。そう、団子はみたらし団子とかは味つ、白玉だけほんと無理。白玉だけほんとに涙出ちゃうそう、そうなんですよね。そう、今のは味濃い派なので、味がないやつとか苦手。枝豆は最近、最初の方は本当に今の枝豆も食べれなかったんですけど、最近
食べたら克服できました。枝豆は最近って言ってもちょっと前だけど、枝豆は去年ぐらいからもう食べれます。こんなもんでいいや、完璧。OK です、できた。あとリップ塗ります。そういうのの味濃い派なんですよ、濃いのが好き。ちょっと濃くなっちゃった。ティッシュで取ってきます。眠くなってきたから寝てから撮ろうかなせっかく頭セットしたのに意味なくなっちゃった。寝るの、そう、眠たいです。すごい、あくび出る棒だって。痛い、もう体がバキバキなんですよ。もう本当にバキバキ、マジでバキバキ今。仲良しだよヨギーとは、めちゃめちゃ。でも最近ね忙しすぎてヨギーちゃんもう全然、ヨギちゃんに全然あれ、ヨギちゃんのちょっと利用するね時間期間がちょっと短かったので久しぶりですね。たらかし、そう、ほったらかしだったで。よいしょ、よいしょ、だらかしでした。携帯の影ができるけど許してください。携帯影に入った方がいい、逆に本当に眠たくなってきた。だってまだ全然寝てないもん今日。全然寝てないですね。朝は早くないけど、別に早くないけど、なんか目覚めた。今日久々に目覚ましかけなくていいと思って嬉しいと思って目覚ましかけないで寝たんですけど、9時に起きちゃった。何の話をしてますか？何の、自由トークです。フリートークです。そう、結局起きちゃうんですよね。なんか仕事が始まる前はなんかその起きなきゃっていうのがなかったから、全然何時にでも起きれた。なんて言うんだろう、何時にでもっていうか、なんて言うんだろうな、普通にいっぱい寝てたのに、最近仕事始まってからはもう早く起きなきゃっていう多分感覚が戻ってきちゃって、だから多分勝手に目覚めちゃうんですよね。そう、だって昨日に関しては私6時半起きだったから、本当に久々こんな早く起きた。
でもみんなの寝坊しないんで私寝坊しないんですよ。そうだから大丈夫、寝坊はしたことないです。まだそういうのめっちゃ準備するの遅いし、そう、それを分かってるからこそいつも、まあ、最近はサボっちゃってるけど、なんか普通に2時間前とかに起きます。家出るお母さんに起こしてもらわないよ、全然起こしてもらわないです。自分で起きます、ちゃんと目覚ましかけて。え、なんか別に朝は強くないんですよ、今の強くないけど、なんかだからこそ、なんて言うんだろう、あの何もない日、もう仕事っていうの、仕事っていうので私は起きれるんですよ。仕事じゃなかったら起きれない、逆に朝めっちゃ弱い人。だから今のはオンとオフがはっきりしてます、ちゃんと。遊ぶときは遊ぶし、仕事するときはするっていうね、ちゃんとピッてピッてしてます。そう、切り替えが大事なんです、何事にも。4メートルの距離からビニールシートごとに倒れた。あ、握手会はそうですね、握手会はまあちょっと遠かったりとか、タブレットの、私もまだやったこともないので、ちょっとどんな感じなのか見たんですけど、どんな感じになるのかわからないんですけど、でもね、普通にこうやって私たちはこうやって喋って、画面越しに私たちの声を皆さんが聞いてくださってると思うんですけど、私たちはファンの皆さんの声もわからない、聞こえないし、こうやって文字でしかね、皆さんの気持ちが伝わらないので、やっぱり私たちからしたら顔も見れるのも、皆さんの声が聞けるのも、そうやって皆さんの気持ちが聞けるのも全部嬉しいです。私たちは、そのファンの方々は少しやっぱり離れてあれかもしんないんですけど、なんかなんて言うんだろう、せっかく来たのに全然ね、遠いしタブレット越しだしっていうのもあるかもしれないんですけど、私は嬉しいです。どんな感じなんだろうね、でも何も分かんないからな、何とも言えないんですけど、首が長く見える、ここ首長く見える。基本大声トーク会でも、稲のもともと声でかいんで、ひなのもともと声だけでかいので、多分皆さんにとってちょうどよくなるかなって思います。え、まあでもやってみないと分かんないし、やらないとずっと会えないから、どういう形であってもね、皆さんに会えるのは嬉しいです。
寝転んでるからフリーズしてるって思うぐらい動かんときやれ。そうだね、じゃあ動きますね。こんにちは。じゃあ手振りをつけながら今日は話していきたいと思います。今私どれぐらいやってますか？わかる人挙手をお願いします。あすごい、急にミラーボール来た。イージーグダンスフー、イージーグダンスフー。あ、もう1時間もやってるんだ。全然なんかした気分じゃない、早く感じた。久々こんなに長くショールームした気がしますね。はじめましてだって、ありがとうございます。なんか今日初見さんも多くて嬉しい限りです。すごい寝転んで配信しててすみません。皆さんも全然ゆっくりしながらね、配信を見てくださったら嬉しいです。久々最初から見ると、そうですね、今日はもうあれですもんね、スキンケアから入ってるので。スキンケアから入ってるので、すごいプライベートオフのオフみたいな感じでしたね。あ、そういえばちょっと待ってね、ちょっとひなのさいなくなるけど、みんなちょっと抜けないで待っててね、お願い。すぐ帰ってくるから、ダッシュで帰ってくる、10秒で帰ってくる、待ってて。待ってて、準備に入るから、よいしょ、お待たせしました。何秒で着いた？多分5秒ぐらいで着いたんじゃないかな。よいしょ、いてこれがなんか今日いい位置につかないな。よいしょ、ここでいいや。よいしょ、5秒で着きましたね。よかった。よいしょ。とね。ちょっとさっきね、私の頼んだ服が届いたので開封していきたいと思います。開封動画でーす。ではユーチューバーっぽくしよう。それでは今回開封動画を撮っていきたいと思います。イエイ。私もちょっと何が届いたかわからないので、ちょっと皆さんでちょっと楽しみながら見ていきましょう。開けます。よいしょ、お開くかな。え、何の服だろう、今のも気になる、何の服でしょう。よいしょ、開かない、あ、開いた。何かな、事故らないでね。はい。これは？よいしょ、硬い。あー、ん？はいはいはい。ここら辺はあれですね。はい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 。これ一つ目。じゃん。これは。どこのなんだろう、フィッターランド、フィッ、読めます誰か英語。英語読めます、フィッターランドみたいな。これを最近見つけてですね、可愛いと思って買っちゃいました。これめっちゃ可愛いんですよ、すごい、じゃん、涼しげのある服
ックになっております。そういえばいいのこれ似たようなやつもう一回買っちゃったかも。でもそれはまた別なので大丈夫です。かわいい、あ似たようなやつ買っちゃったな確か。そういう日もあるよね。でも似たようなのでもなんかやっぱちょっとでも違うの、形が違うんで全然。これはこれでまた着たいと思います。かわいい。次は何でしょう。頑張ってくださいって来てる。頑張ります。あるいのハサミどこやったかな。こっちもねよく届きました。よいしょ。何個来たんだよ。こっちにはあ、こっちはこれも可愛いんですよ。よいしょ、ちょっと待ってね。これは何頼んだんだよ。あーこちらです。これはねズボンです。ズボンどうやって開けるんだ。こちらのどこだ。これはこれもここのブランドめっちゃ可愛いんですよ。 LVEU みたいな。でこれはちょっと長めのなんかダボっとした感じで、なんとここがね破れてるズボンです。これもめっちゃ可愛いの。長めなんです。しかもダボっとした感じの、そうかい。これもハイウエストだよね。ですね、ハイウエストのズボンになっております。超かわいい。かわいいっしょ。そう破れちゃってるんですけど、かわいいので OK です。これはラブユー、ラブユーっていうところの。この服は違う、もう一個上も買っちゃった。そうめちゃめちゃかわいいんですよ。でもう一着、これはどこだ。これはね、ムルア、ムルアさんは私ツイッターもフォローしてますね。これも可愛いんですよ。縫わないといけない。縫いません。縫いません。このムルアさんのめっちゃ可愛い。これあ、これ2着なんだ。なんかこれもあるんですけど、これの上にこれを着るんです。こういうね、見える、こういう服になっております。これも可愛いよ。絶対可愛いので、可愛いです。こういう服買いました。ちょっと伝わりにくいのでね、また着たいと思います。可愛いです。さえして最後、これはね、でもひなのねあれなんだよね、男もん買っちゃったからワンチャンでかい、ワンチャンでかいんだけど、そう S 買ったんだけど、なんかワンチャンでかいんだよね。じゃん、これがじゃーん、見えますか。オーバーオールです。ちょっとこれは着てみます。オーバーオールでかかったらどうしようっていう悲劇。オーバーオール、あいだ、ああワンチャンでかいんだよね。でも S 買ったから、あいけるわ、全然全然着れる。あなんならぴったり、え嬉しい。あのちょっとでかいかなけど、
え、全然ぴったりだった。え、可愛いんだけど嬉しい。これをね、可愛くない？ちょっと待ってね、きつくすればいいんだよ。こうやってやって、うん、可愛くない？ちょっとこれは嬉しい嬉しいやつです。全然切れる。これ引っ張って、そう、最近ねオーバーオールにもハマってて、もともと黒いやつは持ってるんですけど、これジーンズ系の黒いやつもなんかあれなんですよね。私なんて言うんだろう、これジーンズ系じゃなくて、そうだからこういうのは初めてだったので嬉しいです。めちゃくちゃこれさっきの方短くなってないか、もしかしたら。ちょっとこういうの苦手なんですよね私。硬っ、こんな硬いことある？うん、よいしょ、こっち引っ張ればいいのか。よいしょ、あ、いけた。よいしょよいしょ、いいじゃん、可愛くない？汚れたら終わりだけど。よいしょ、え、超かわいい、嬉しい、ぴったりでした。これ一個ね買って、ここ取っちゃって、こうやってね、なんか外したりもするんですよ今時。わかります？え、丈も全然ぴったり、ここら辺ちょっと長めかな。でもこれ折ったら折ったで可愛いし、また全然ぴったりです。超いい感じ。そう、可愛いね、嬉しい。ということで、まだこれ第一陣みたいな感じなんですけどあと何頼んだかないなの、あとちょっともうちょっと来ちゃうんですけど、でも嬉しいですね、またね買ったら皆さんにお見せしたりとか、握手会でも来たりするのでね、ぜひ見に来てください。じゃあ以上、あおみの副紹介でしたバイバーイ、終わりです、終了ということでね、じゃあ配信も終わろうかな、ちょうどだし。ありがとうございました、長い間本当に。皆さんいかがでしたか？高評価ありがとう、高評価。ちょっとお腹減ってきたし、ありがとう、楽しかった。こちらこそ、私も楽しかったです。でこのあとね、ご飯食べたり寝たりお仕事したりなどいろいろありますが皆さんもね、今日は日曜日なのですごいゆっくり休んで、また来週1週間頑張りましょう。以上、あおみでした。バイバーイ。お休みじゃないけどいつもの時間がお休みだから、お休みって言っちゃうね。バイバーイ、じゃあね、またね、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。